ショーとイラストを見比べてみるのも面白いと思いますので、両方楽しんでください。では、オリジナルアートワークとユニークな空間で着物のリメイクドレスのファッションショーをお楽しみください。
でいかがでしたでしょうか。あと今日最初にご案内してなかったんですけど、モデルさんの髪飾りも着物で作ったものです。では最後にアーティストからの今日のショーについて一言ずついただきたいと思います。ではデイビッドからお願いします。デイビッド高橋です。今回のこのインスタレーション飾り付けをやりました。これは藤棚と花札の藤と短冊からインスピレーションを受けて、作成したものです。藤の花が咲く5月ぐらいの爽やかな感じと、花札の博打といいかがわしさの、その相反する組み合わせで日本語を表現しています。ありがとうございます。ダンケン・チアさんのファッションを直接見てインスピレーションを受けて6点の新作を展示させていただいています。で普段も着物の柄とか、着物そのものを絵に描いているんですが、今回は初めて直接このファッションを絵にしようとしてて楽しいコラボレーションでした。で今回のメイン作品が真ん中のちょっと左寄りの女性の髪の毛が着物の柄になっているもので、それはビビット・ゲルトスのドレスになる前の着物の写真を見せていただいて、でその絵を描いている最中デザイナーさんもドレスを作っていると考えて、本当にコラボレーションで感じた作品なので、お互いに着物から新しいものを作りました。で最後に自分の宣伝になりますが、6月に高円寺のギャラリーで個展を開くことになったので、案内状が置いてありますので見てください。ありがとうございます。では最後にちえさんお願いします。こんにちは、ダンカンちえです。今日は着物を一つ一つほどいてアイロンをかけて、それから作ったドレスを20点集めました。いろんな道端っていうか、そのお店とか、着物屋さんで見つけてきた着物で作りました。あえて売り袖のような総柄とか派手な柄は入れずに、ちょっと渋い色、一言で言い合わせない、ただピンクとか、ただ、緑とかで言い合わせない、ちょっと抹茶を薄めた色みたいなのとかを表現したくて、ちょっと渋い色を集めて、それをどれだけ現代の、デイリーに入れられるか、例えばジージャンとかを肩に羽織ってちょっとデートとかに着てもらえるような作品を思い描きながら作りました。今日でファッションショーは終わりなんですけれども、展示エリカさんの絵と、デビットさんのインスタレーションとドレスの展示はまだ続きます。ごめんなさい、後ろなんか手振ってるのかと25日、明日と明後日、日曜日と月曜日は休みですが、火曜日から、25の金曜日までをやっていて、火曜日から木曜日までは1時から5時、金曜日は1時から、10時半までやってます。で金曜日は最終日ですので、DJ というイベントがあります。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に皆さん盛大な拍手をお願いします。今日ご覧いただいたドレスは全て販売しております。で今日は、展示会特別価格ということになっていますので、ご興味のある方はお声掛けください。で2階で試着できますので、はい、気軽にお声掛けください。で会場は、18時までオープンしてますので、それまでごゆっくりお過ごしください。じゃあもうドリンクお待たせいたしました。ちょっと椅子の方を傾けますので。
Sorry, it's one of the only.